リックスバファローズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？広い球場は投げやすいです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先制のランナー、バッターは2番に入っているバース。ヒットでランナーを1塁に置いています。外から入りました。スルスルっと逃げていくいいボールでしたね。はい、まあ、低めであれば同じ球を続けてもそうそう打たれないと思いますね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。インコース詰まりました。山本が抑えています。ワンアウト。クリーンアップが登場します。バッター吉田、ワンアウトになっています。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは、このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ストライク。走りませんね。さあ3球目は何か。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。打順は4番村上、ツーアウトになっています。インサイド落ちました。ファールボール。ファールボールです。打った。左中間に大きな打球。バッターランナーは2塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには浅村が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進むためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるバッターはイチロー。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファールボール。2球目打ちました。ヒットになった。先頭バッター、バッターは2番に入っている山田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ランナースタート、ヒットエンドラン、一塁転送、アウト、ダブルプレー。バッターは3番の村上、ツーアウトになっています。この回の大谷、早くも打った。ファーストの左抜けました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスは4番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はライトへ。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは6番山本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。インサイド落ちました。ファールグラウンドを打ち上げていますが、ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。打った。高めでしょう。ぐんぐんだ。センターへ抜ける。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番坂本。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド落ちました。ファウル。切れていきます。ファウル。ストライク。坂本への変化球。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。ファウル。切れました。ファールボール。4球目は何で来るか。打ちました。打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターは9番に入っている森。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の筒香。小宮山さん、ここでの追加点は阻止しなければなりませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは頑張りたいところ。2球目は何で来るか。ストライク。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。バッターは今日 DH に入っている柳田。前の打席はいい当たりのヒットでしたから。
ここは注意しなきゃいけませんね。そうですね。ジャイアンツ、この回先制となるホームランが出ています。肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。そうですね。いいストレートですね。アウトローのストレート、空振りです。ワンボールツーストライクと追い込みました。ボールツー。バッター、この打球は落ちるか。滑り込んだ。ナイスプレーです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。オリックスバファローズ最後の攻撃になります。打席には5番バッター吉田。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁。さあ、そして打席には落合が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは1塁に向かいます。さあ、そしてバッターボックスには牧が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、なおもピンチが続きます。ストレート打った。掴んだ。2塁アウト。アウト。ゲッツーを取りました。さあ、そして打席には古田が入ります。まあ、嫌なバッターが続きますけど集中。しっかり綺麗にセンター前に抜けていった。ピンチになりました。さあ、そしてバッターボックスには一郎が入っています。怖いバッターが続きますから。強い抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、ホームイン。決めた。一郎サヨナラのタイムリー。